茶。はい、ラグビーオンラインチャンネルです。ですね、世界のラグビー用品をご紹介するチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録の方もお願いをいたします。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちらでございます。こちらね。こちらですね、スプリングボックスですね。どう見ても2425モデルのキャップです。帽子でございます、はい、もちろんナイキ、ナイキ製です。いいですね、ナイキ製となっております。非常にクオリティが高いです、ナイキさん、さすがです。ロゴはすべてここもここも刺繍で入っております、はい、で、どこで作られてると思いますこれ。ナイキだとは、なんだっけな、中国じゃないのは分かりますよね、ナイキなんで、はいはいはい、ね、そっち系ではないんですよね。え、フィリピンかな。じゃあ、いや、違います。ヒントはね、僕行ったことのある国ですよ。出た、最近。違うか、最近。はい、最近です。あれあれ、インド。違います。違う、ベで始まります。ベトナムです。そうです、ベトナムなんですよね。ベトナムで作られてるんです。で、今私何を見てるかというと、これね、ちょっと老眼の私にはかなり厳しくなってるんだけど素材感を見てるんですよ、はい、で、素材感が書いてない、書いてるんですけど読めない、見えない。いや、読めました。はい、 100% までしか読めません。コットンですよ。コットン、あ、びっくりした。なんでね、来ますからね、老眼っていうのみんなにね。いいですか。はい、何の話でしたっけ。コットンでいいですよ。コットンの帽子ですよね。コットンキャップとなっております、はい、で、内側がね、この緑、うん、ここがやっぱかっこいいですよね、はい、っていうかね、なんて言えばいいんだろう、さすがなんですよ、ナイキさんは。全てがなんかね、こう被った時に、ああもう、あ、これいいやつだと。別に悪いやつが存在するとかそういうことじゃないんですよ、うん、あ、これいいやつだと、もうね、いう感じです。で、だからお値段もね、なんて見たらびっくりするわけですよね。もう高いと、そうね、しょうがない、ナイキですから、はい、で、サイズはですね、ワンサイズって書いてます。はい、本当に1サイズってね、なんでワンサイズですね、はい、で、上の部分、ここはね、金属使ってるので気をつけてください。はい、で、もちろんサイズが調節できるように、このタイプですね、こっち側からこれを出して、はい、で、こう変えて、で、最後戻すと、うん、そうすると、シュッと見えるよと、そういうタイプの帽子でございます。いや、いいですね、最高です。さすがナイキさんで、もう言うことは何もありません、はい、はっきり言って、はい。で、スプリングボックスですね、のグッズがですね、ちょろちょろ入ってきてはいる、なんですか、なんだろうですよ。で、私は今緊張してます。しっかり紹介しなきゃいけないなと思ってますけれども、いろんな意味で緊張があることだけは覚えておいていただきたいと、はい、ということでございます。で、我々ですね、今姿垂れています。で、この帽子がいつ、この動画がいつアップされるか分かりませんが、姿垂れ店、もうがっつり販売しております。東京店にも置いてあります、はい、で、ウェブにも置いてあります。ただこれだけなんですよ、ボックスかなり人気があるので、はい、もうお値段とかじゃないんですよ、うん、もう欲しいっていう方は出れた瞬間にバンっていくんで、かなり品薄ではあります。パッと見回してもないじゃないですか、はい、在庫の部分がほんとちょびっとしかないじゃないですか、はい、なんでボックスに関してはかなり少ないので、うん、ご希望の方はですね、なるべく早く、あっと思ったら早めの方がいいかもしれませんね。はい、で、ボックスの、キャップに関しては今後はどうなるか分かりませんけど、はい、今リバーシブルのバケットタップとかもありますよね、はい、ナイキ製で、多分私の考えでいくと、感覚でいくとナイキがなくなることはないかなっていう気がしています、うん、ナイキじゃなくなることは僕がね、はい、キンキンはないような気がしますので、まあ、その辺はご安心いただきたいんですけども、まあ急に変わったりしますからね。まあ帽子シリーズで言うと何っていうのも何種類か今あるんですよ、うん、で、ちょっと他の動画とかね、他のページ見ていただけば分かるけど、ボックスの場合は、ナイキさんが普通の帽子のライセンスを独占してないので、ナイキがないボックスの帽子っていうのも存在してます、はい、で、前のワールドカップの、ね、優勝記念の帽子とかっていうのが存在してます、うん、それは別に偽物とかじゃなくて、ライセンスが、独占じゃないから他の方も作れると、例えばこういうのも作れちゃうよ、はい、まあ、これは作れませんけどね作れちゃいますよっていうのがボックスさんとナイキさんの契約なんだと思いますので、うちで売ってるものはご安心していただければ、みんなオフィシャルの帽子となってます。だから、もちろんこれがつくことによってお値段が上がったりとか、はい、もうクオリティが跳ね上がったりとかっていうのはもう手に取って見ていただければ分かる話だと
というふうに思ってますので、よろしければ姿あるかの方とかね、あの東京店で見ていただければというふうに思っております。はい、というわけで今日ご紹介したのはこちらでございます。スプリングボックスの2425モデルですねの、ベースボールキャップのご紹介でした。よろしければ明日も見てみてください。ではバイバイ。